ベアトリスでスワビアは、カスティーリャ・レオンゴフェルナンド三世の最初の王妃。ドイツ語名は、エリーザベト・フォン・ホーエン・シュタウフェン。スワビアとは、シュバーベンのこと。シュバーベン公及び神聖ローマ皇帝フィリップと、東ローマ帝国の王女、イレーネアンゲギナの四女として生まれる。姉ベアトリスは神聖ローマ皇帝夫四世の皇后。父の死後。 いとこにあたるシチリアをフェデリーコの日護を頼り、カスティーリャ・レオンゴフェルナンド三世との結婚が取り決められた。二人は1219年にブルゴス大聖堂で結婚した。二人の間には10人の子が生まれた。ベアトリスはブルゴスのサンタマリア・デラス・エルガス、王立修道院内のオーケレビオにて、エンリケ一世の棺の隣に葬られたが、後に息子アルフォンソ十世によって、 セビーリアの夫の棺の隣に移された。ありがとうございます。